テレビアニメ2023年放送決定。シリーズ累計2100万部の最新巻では、マオマオのゆかりの人々の視点からも物語が展開。生徒に残る人たちと別れ、1年ぶりに中央に帰ってきたマオマオたちはまた以前の仕事に戻る。お家騒動からようやく離れることができて、平穏な日々が戻ってくるかに思えたが、生徒でも中央でもそれぞれ違う人生があり、皆が皆自分なりの悩みを抱えて生きていた。彼ら彼女らはどう考え、どう生きていくのか、またマオマオは人種をどう受け止めていくのか、都の人々のそれぞれの思いが大きく動いていく。薬屋の独り言第13巻は絶賛発売中。